アイプレイしていきたいと思います。シェイプヒーローファクトリーということでね、今スチームで体験版出ています。前ね、実況者がプレイしていて面白そうだなって思ったんだけども、クローズドで視聴者じゃない、配信者に向けてなんかやリリースしてたっぽくってプレイできなかったんだよね。でようやくできるようになってたんで、一般人もちょっとやってみたいなと思ってます。でルールとかはもう覚えてない、面白そうだったっていうことしか覚えてないです。なんでやりながら見ていこう。起きたが随分と寝ていたらまた挑戦するのか。そうだよ、初めてだけどね。これ目を覚ました自分へ、はい、自分が何をして覚えてない、忘れるのはあいつを倒すこと、それだけがお前に課せられた使命だ。ヒーローを送り込み、敵の軍勢を押し返し、魔導書の中に隠れているあいつ、大厄災であってるかな、を倒す。 OK 任せろ。お前らの傍らかなには仲間のミニオンたちがいるもの、言わぬ彼らだが想像力が豊かだ、道さえ与えてやれば多くの味方ヒーローを目指し、お前を助けてくれるだろう、もしやり方を忘れたらこの目に従って思い出せ、チュートリアルを返します。はい、返します。で、基本操作チュートリアル終了まで12分まあまあかかるね。 OK やっていこう。目的は魔導書の中に潜む大学生を倒す。さっき言ってたね、スクロール上で作られたヒーローたちが必要。自分のミニオンたちの力を借りヒーローを描き、本の中へヒーローを送り込め。どこに書いてある説明は。チュートリアルだけど、チュートリアルだけど、チュートリアル書いてないね。ちょっと待ってね。はい。ヒーローアビリティの発動状況、ゲートの耐久、WSD、ドラッグ、視点の切り替え、カメラ縮小拡大、施設の撤去、反転、コンベアの設置。うん、なるほど。とりあえず、多分ここに向かってなんか送るんよ。で、違うなって。チュートリアル仕事してちょっと待ってよ、チュートリアル仕事して、モチーフメーカー、モチーフを生産する施設、モチーフのリソースの周囲のみ配置可能だ。これだよな、これをここに置くんだよな、多分な。書いてないな。ちょっと待って、チュートリアル、チュートリアルどこか書いてある？嘘だろ、俺なんかやった？この左上関係ねえな。あ、これか、チップスか、マウスオイルで動かすことができます。できたわ、チュートリアルこっちのチップスとして書いてあったわ。敵の襲撃に備えヒーローを量産しましょう。まずは最初に作れるヒーロー、人の生産を目指します。はい、オッケー。じゃあこれを、R で反転させる。キャンバスを設置しましょう。キャンバスこれね。R で回転することができます。左向きにします。はい、これでいい。設置。で、ヒーローツリーを開いて人のレシピを確認しましょう。ヒーローツリーを開いて人のレシピを確認しましょう。丸と三角です。はい、了解。丸と三角が必要でした。確認できたらバツを押しましょう。はい。あ、ここに書いてあるね、丸と三角。丸や三角はモチーフと呼ばれ、吹き出し、あ、書いてあるね。がついている資源、モチーフリソースでモチーフメーカーを設置することで手に入ります。了解。モチーフメーカーを設置することで、R。R はいらないか。勝手にもうこれ吸い付いて R いらないっぽいね。とりあえずこれでいきますと、コンベアを。ミニオンが丸を描いてくれるようになりました。それでは描いてくれた丸をキャンバスに運びましょう。パレットからコンベアを選択してください。で、モチーフメーカーとキャンバスの間をコンベアでつなぎましょう。コンベアはドラッグで連続設置できますと。はい、来ました、丸が運ばれてきました。先ほどと同じように今度は三角をキャンバスに運びましょう。はい、これを選んで、これじゃないです、こっちです。これを設置して、でコンベアでつなぎましょうと。はい、あ、これまで、でこれで今生産が始まりました。
キャンバスで人が生産されるようになりました。最後にコンベアでキャンバスからポータルまで人を送り込みましょう。はい、 OK、 送り込みました。でポータルに運ばれたヒーローは魔導書に転送されます。魔導書を見てみましょう。おお、いるね。人を魔導書に送り込めるようになりました。人は一番近い敵に向かいます。ヒーローごとにアクションが異なります。うまく組み合わせて戦いよりに進めましょう。何を見る？カメラの操作、WSD とマウスオイルね、ズームズ。で、ベルトコンベの設置はドラッグ。うん、そうだね。で、R で回転できますと。で、T で反転ができるね。だからこっちから出るんだけど、2個入れたやつを反転してこっちから出るっていうことにもできるよと。 OK。 でモチーフを生産、モチーフメーカーで取り出してそれをキャンバスで合体しますと。モチーフはこのことでヒーローが生産されます。でヒーローをポータルに出撃させる。了解。お、勝手になんか次のルート作ってくれたね。もう一セット人を生産してみましょう。キャンバスに丸をつなげたいですが、コンベアが道を遮りつなげることができません。こういう時はブリッジコンベアを使いましょう。これですね、ブリッジコンベア。クリックで支点を設置し、もう一度クリックで終点を設置します。だから2回クリックなんだね。こっちクリックして、クリックトラックじゃないんだね。 OK。 で、最後に今までの知識を元に空いてるマスに必要な設備を置きましょう。了解。モチーフメーカーで書き出して、モチーフメーカーで書き出して合成したのを、あー、ミスった。これキャンセルってどうするの？撤去右クリックだけでできませんって言われた。じゃあこれでいいか。これ今のここら辺で合流させれば合流できてたね。十分な数のヒーローを出撃させることができましたと。そうこうしているとどうやら敵が近づいてきた。砂時計が、あ、時計か、ゼロになると敵がやってきます。さあ19876543211、分配機ウェーブスタートということで、これは俺何もできないのかな。敵を攻撃することもできます。できます、できました。積極的に攻撃しヒーローたちを助けてあげましょう。了解。まあ最初のステージはヒーローいなくてもどうにかなるって感じかな。ヒーローが薄いところの敵を倒してあげた方がいいかもね。よいしょ。そしたらこのゲートだっけ、なんだっけ、魔導書だっけ、敵がたどり着けないからね。倒してるね。2対1ぐらいかな。ちょっとこれ、あー、いや、それもね、クリティカルがあるか。お、次のチュートリアル。はい。高度なコンビア操作、所要時間3分。あー、じゃあさっきの、いや、全部だな。全部で12分だな。OK。所要時間3分。さっきの何分だったんだろう。絶対遅すぎたよな。これはお前が過去に戦ってた時の記憶。コンベアがぐちゃぐちゃになっているし、無駄も多い。わかる。設備は無尽蔵に起きるわけじゃない。こいつを上げることが処理への鍵だ。コンベアが正常につながっているのは、ストロークにもつながっていないコンベア、一時停止だっけ、これ。一方通行か。いや、これのマークがついています。つなげたいもの同士を、流したい向きに合わせてドラッグすることで狙い通りにつなぐことができます。やってみましょう。なるほど。パレットからコンベアを選択し、すべてつながってないコンベアを矢印に従ってつなげてみましょう。こういうことだね。で、こうかな。で、こう。OK。正常にヒーローが流れるようになりましたと。あ、すごい。丸と×で。やってんね。ここなんだ。あ、潜ってるだけか。で、正常にヒーローが流れるようにして、しかし見るとミニオンが困っています。どうやらコンベアが詰まって描いたヒーローを出すのに時間がかかっているようです。コンベアが詰まっていると、本来の力が出せず損します。コンベアを分岐して余っているので、三角をもう一連分人を作ることで解決してみましょう。なるほど。
分岐パレットから分岐器を選択しましょう。分配器だね。分配器はコンベア上に選択してみましょう。で R で回して、でこれ今下から入ることになってるんで T を押して上にして、これで分配できますよと。でコンベアでつなげばいいかな。はい、でこうか。上は勝手にやってくれてたね。ブリッジコンベア、はい、つなげます。2回クリックすることでつなげます。一方のコンベアを2本に分配できます。さっきのやつだね。 R と T を使ってちゃんと方向を選択して、これらの設備は最初から使うことができます。インベントリのこれは機械かタブか、コンベアっぽいアイコンだね。コンベアタブを開いてみましょうってことかな。で合流器、さっきの逆だね。分配の逆、複数のコンベアを一つにまとめることができます。これも多分 R と T で綺麗にまとめないといけないね。でヒーローレシピ入手、ニュー盾設備、今なんて書いてた。設備の研究はなんとかって書いてあったね。アビリティもある。かける112、星に225、ノックバック強化3、900、出現上限プラス8。研究はなんかこれで行いますって書いてる。最後にジョイヒーロー盾兵を生産しましょう。まずは盾兵のレシピを入手しましょう。これ今入手したのかな。新たなキャンバスで盾兵を生産できるようにしてみましょう。盾兵には人に資格を足すことで作成できます。了解。ここでどれだっけ、これだっけ、これ取り出してこういうことかな。これで人に盾を与えていくと、でこれ繋いであげればいい。おお、人に盾を渡して盾出現できるようになりました。しばらく様子を見てみましょう。了解。外側になってる。触れないエリアってことかな。ヒーローアビリティが発動しました。ヒーローを強化することで生産数に応じてアビリティが発動するようになります。必要な生産数はヒーローによって違います。中ヒーローを作ったり、ドイツヒーローを大量生産し戦いを有利に。あ、さっきの星のやつだね。ヒーローアビリティを発動、準備中にヒーローを一定以上生産することでヒーローアビリティが発動、さっきの星が増えていくよってやつ。生産数はウェーブごとにリセットされる。これ気をつけないといけないね。だからウェーブ中にこれだったら50体作らないといけないよってことだね。でヒーロー強化、進行ルート上のイベントで取得済みのヒーローを強化することができます。ちょっとよくわかんないね。あ、これあれだ、ステージクリアした時になんか強化するイベントとかがあるのかも。で、さまざまなヒーローアビリティ、強化されたヒーローは星の数に応じてヒーローアビリティを発動することができます。なんか特殊効果出るよってことやね。 OK。 お、今盾持ちがいたね。お、盾持ち召喚された。あ、すかした。ちょっと盾の効果見てみたいからこっち放置しとくか。どうせこれ負けることはないと思うけど、よいしょ、ちょっと多めでも大丈夫でしょう。俺が手出せばどうにかなるから。いや、人も多くてこれたどり着けないな。あ、いけるか。あ、今弾いたね。弾いたのが多分盾だな。あ、でも盾あれだ、なんていうの、あれもそれもね、人数上限あんのかと思ったけど間に入っていってたね今。自由な操作、チュートリア終了まで5分。次、そろそろ慣れてきた、いよいよ最後だ。魔法使いを10体出撃させてみろ。そうだな、3分以内にできた上敵、もし90秒以内にできるなら何かの記憶が残っているだろうなってことをやっていきましょう。人間に三角を混ぜたら魔法使いだそうです。頑張っていこう。入手されたメシピは進行のランのたびにリセットされます。状況に合わせて取るものを選択しましょう。なんだっけ、人に三角だったよね。人は丸と四角。まあ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 、魔法使いは人に三角で作ることができます。設備の配備には
クリスタルかなを消費します。クリスタルは時間とともに回復します。もし足りなければ工夫をしてみましょう。目標タイム3分以内、より上位1分30秒以内、ジグザグ5目をまっすぐにつなぐ。そうだね、あシフトで、シフトでまっすぐだって。で Q で施設をコピーできる。なるほど、下から選択しなくても Q でコピーできるのかな。もしくはもっと中身までコピーする可能性もあるよね。ヒント、魔法使いを10体出撃。なるほど。え、ちょっと待って、一旦待って、一旦人間のレシピ見たい。丸と三角じゃん。だこれをどういうことか、こうだな。でこうして混ぜる。キャンバスで、あ、じゃあ右クリック、左クリックでキャンバスで混ぜます。違うな、これ一旦置いといて、キャンバスで何、じゃあ時間待つか。金がないって言われた。金どこに書いてあるの。右上だ。これで設置できる。これ分配器からのあれの方が良かったか。分配器とコストどっちが安い。分配器の方が安いか。あ、逆走。これでいいだろう。よし、とりあえずできるようになった魔法使い。で人が詰まってるね。やっぱこれのコスト高いんじゃない ?120 じゃん。だからこれを、こいつを使わずに分配器こっちに設置して作った方が低コストで作れたかもね。まあとりあえずこれで放置しとけば勝手に10体作られるでしょう。で1分半目指すんだったらそれでよかったかもね。たどり着いたんじゃない ?1 分半。あ、いけたわ。なるほど、ゲートが破壊されるのはそれ以上進行方向なり進行不能になり、ゲートは壊されないように、ね、了解。いつも通りやな。おう、魔法使ってるわ。魔法使ってるけど敵がいねえわ。ちょっと、あ、こっち来そうだね。こっちしてみよう。うわ、敵が来ねえ。どう、うん、微妙か。攻撃力3ってところ、敵の体力とかどっか情報載ってないのかな。これは、これ今までのやつだな。これは、これ隠すだけ。あ、クリアした。ネズミ以上だ、健闘を祈る。了解。という感じのゲームです。チュートリアル18分かかったね。やっていこう。準備ができた。進行開始からゲームをやってみましょう。という感じのゲームで、めっちゃ面白そうじゃない。これやりたかったんだよね。無制限操作モードってなんだろう。一時停止中に設置が可能になります。アセンションが進むと一部実績が解除されなくなります。なるほどね。これどう、まあ、初めてだから一旦これでやった方がいいんじゃない。さすがに最初からこれは俺ハードル高いと思うんだよね。これあれでしょ、一時停止中に設備設置できるっていう、あの初心者モードってことですよ。要は考える時間があるよっていう。まあ一回なしで行ってみるか。一回なしで行ってどこまで行けるかやってみるか。多分ね、あの何て言うんだろう、クラフトの、あ、じゃあ工場のルートがある程度頭の中にできてきたら一時停止しなくてもいけると思うんだけど、最初は一時停止できる方がテンパったり何したりしなくてすごくいいと思う。ということでこんな感じでね、ステージをどんどん進んでいくんだけども、あれだね、スレイダースパイアみたいな感じでどんどんステージを選んでいく感じですね。やっていこう。なんこれは研究ツリーか。まあ最初は選ぶとこないんでこれからいきましょう。
研究ツリーを獲得します。研究ツリーで新たな設備をアンロック。で選定の剣勇者を作成可能になる。選定の剣に人を運ぶことで一定ごとに勇者の力を授け、え強っ、強いけどこれもよくね。えでも多分だけど最初からこれ使っちゃうとあれだと思うんだよね、ちょっとありがたみ分かりにくいと思うんで、選定の剣の方で勇者行きます。多分右の方が結構強い気がする。俺はこれ何ね、これ何、インクだまりって何、インクだまりって何、インクだまりって何、これ取れるの、取れないか。とりあえず丸と三角を、え待って、そうだよね、丸と三角をくっつけないといけなくって、丸と三角をキャンバスでくっつけないといけなくって、そうだよな、違うよな、違うよな、こうだよな、でこうだな、 OK。 で選定の剣って何、これか、人を50体入れることで勇者を生産する。人は剣の力に耐えれず一定確率で消滅する。なるほど、人が減るのか、うーんなるほどね。しかもなんか入りより出の方が多くね。うーん、これこうだな、こっちだな多分。あーまあいいや、もう設置しちゃうか。でえ俺起きてくる、まだだろ全然。なんでこれを量産していきましょう。多分猫が鳴いてるからだ。これの分配器分配して、分配して潜らせる、潜らせる、潜らせてこうだね。あうわやったわやった、分配器の向き逆だったわ。違う、あるあ、これ交流器やん。分配器どこ行った、分配器ある、やばいやばいやばい、だいぶ止まってた今。 F1 でこれ切り替えできるんだ、 F2 とかで。何これ、指定者バフの直線上トンネルパイプ。インクっていうのがなんか後から必要になるんだろうな、またな。あ、これ、やばい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 、ルートが。合流機ない、合流機。これだ。これ、これどうやって、これの切り替えしたいんだけど、俺。こうか。あ？違う。こうか。うわ、最悪だ。微妙だったかも。よし、え人出てる、人出てる、あ出てきた、よかった。 最初はクレイ余裕だろ多分、うん、多分ね。よし、何でしょう、お勇者来た。やっ、これ勇者量産するだけで勝てるぞ。これ勇者連打ゲーかもしんない。これ分配器とかの上限ってあんのかな、分配器とかキャンバスとかな。これマジで人作れば作るだけ勝ちやな。サーペント、長い体を持つヘビ。えこれどういうこと、これ多分強い敵だな、ここ。美味しいレリックもらえそうだからこっち行ってみるか。うわ、爆発嫌だ。いや、ボマー嫌い。うわ、全部ボマーだ。
いや、一番やばいコース行こうぜ、どうせなら。俺はやばいコースに行く。うーわー、これ迷いどころだな。人あげるのありな気がする。っていうのも今勇者作ってるじゃないですか。勇者連打してるんで、勇者の外れの人が強くなるのは結構強い気がするので、これ何 C とか書いてあるので、俺が今盾も結構防御範囲広がったから良かったんだけど、盾か人で迷ってる。人にするか、人あげとこう。 OK。 研究図鑑のヘルパーより詳しいのが書いてあります。お、研究、これ何、見えないよ。なんかプラス2って書いてある。ちょ、やめて、一旦これを押してみる。レベルアップにより研究ポイントがたまり、新たななんとらかんちゃら。なるほど、研究ポイント、研究ポイントどこで見るの。でも時間進んでないよね、大丈夫だよね。研究ポイントどこで見るのかな。レベルアップによる研究ポイントがたまり、新たな研究が可能になりました。あ、これですね。ヒーローを出撃されたらバトルに勝利すると XP がたまり、一定量でレベルアップ、レベルアップ報酬。レベルアップすると研究ポイントがたまる、手に入るほか各種モチーフの出力アップや、クリスタルでいいのかな、の獲得速度アップなど追加報酬を得ることができますと。研究イベント、進行上の研究イベントでももらえると。研究ツリーは初期から所有しているもののほか、進行ルート上のイベントで入手するのもありますと。研究ポイントを消費して研究を進めることで新たな施設や技術を獲得できます。研究開発は効率の良い工場作りに欠かせません。バトルの勝敗にも大きく影響を与えることでしょう。了解。どういうことかな、これ。あ、これがさっきのあれだ。ん？どういうこと？インク。分配器、交流器の速度。複数キャンバス。素材3種類。ああ、なるほどね。なるほどね。剪定の剣。人の消失確率。あ、これも大事。ああ、だからそれぞれに研究ポイントがあるんだ。うわ、うわ、今どこがボトルネックか分かんねえな。一旦止めとこ、一旦止めて様子見て、それからどうにかしよう。今詰まってそうな場所あるかって話ですよ。分からんな。とりあえずこっちにつけとくか。で、こっから、どれだっけ ?9 で、9でコピーできる使いだったな。これで、なんか、あれだな。取り出す速度アップとかない？なさそうですね。取り出す速度アップないな。今のところ何も困ってない気がする。取り出す速度以外は。だから9でこうかな。あ、合流機だ、これ合流機だ。合流機あるあるある、これだね。でここも合流機だ。で9でコピーして、これでなんでこいつを お怒りモード、なんでこいつお怒りモード、これ合流機の速度不足ってことか。どうなんだ、今のところ順調ような
丸三角だからこっちからも作ろうか。3機全部出してしまえ。何？時間が足りませんか。 V を押すことで早速使ってみよう。あ、時間伸ばせるんだって。延長線、はい。集中は時間経過で回復します。すぐたまらない。どんどん使いましょう。解除したい場合は V を押す。 OK 了解。こうだな。でこう大量生産や大量生産。うわ金がない。じゃあ V 押したら止まる。金回復させて、これやりすぎたな。一旦こいつ止めて、こっちかで、丸と三角をキャンバスが欲しいか。キャンバスここに仮設置とかできればいいのにな。予約みたいな金が貯まったら後から置けるように。あ、こっちにいいんじゃん。こいつ持ってこう。で、とりあえずね、一旦位置がひどいことやってる集中モード入ろう。何をしてる？こっち今詰まってる。で、分配してこれ設置して、こっちだな。違う、こっちか。いや、こっちだな。分配の分配でいけるか。いけないな。微妙だな。まあ、いいや、V で。もうこれ、ダメな。やめたんないわ。やめたんないっす。キャンセルどうするの？この設置の。あ、エスケープだ。選定、もっと勇者の選定回したかったな。だ、詰めすぎた、ここ。だから選定を、これいくら？コスト書いてなくね？コスト書いてねえわ。あ、1個しか置けないんだ。あ、ちょ、バカ、9。危ない。レベルアップ？あ、レベルアップ報酬選べてなかったよ、さっき。これだ。うわー、これ切っとけよかった。なるほどな。ちょ、待って、確かにこれは、毎秒何個生産してるかわからねえな。でもどう見てもさ、丸の方が少ない気がせん。そうだよな、三角に対して丸の方が少ないような、詰まってないもん。2個設置してるのに丸の方が少ないんだよ。分配器で詰まってる。結構利益上げた方がいいな、これな。これ行こう。で、ここも丸の生産速度上げたら、ちょ、一旦回してみるか。あ、でも集中モード、そういうわけでもなく、何モード、これ時間止まっちゃったよ。バグモード研究ポイントの取得ってこれ強くない？これ取っとこうよ。レベルアップページ行ったら時間止めれるんだ、面白。多分これパンクかなんかだろうな。レベルアップ行って止めたら時間止めれるっていう。まあ、このまま戦闘しに行ってみよう、試しに。書き続けてる。生産の出力が見えないのちょっと辛いねなんで勇者のラインをもっと変えて、勇者を大量生産しよう。で、まあ、ポイントは勇者の生産速度に振ったりして、勇者大量生産に頑張ろう。
村、この丸い村人量産体制でいきます。作戦は勇者の村、勇者の村作戦。盾やってもいいな、今のところ余裕だけど盾やってもいいな。ボスとかいけんのか本当に。胴体やらかそう。勇者がいればいける、勇者がいればいける。金ってどこにあんの、この右上か6か。表示切り替え、ああなるほどね、これで全部切り替えれるんだ。道中に突進、最も体力が高い敵に向かって突進。あ、これで優秀だな。でも俺丸の三、なんだっけ、三角を切り取ったやつと丸の上が必要っていう、ちょっと難しいわ。でこれ槍が必要だけど、槍がおらんわそもそも。だからどれ取っても俺は生かしきれない。なるほどね。ああ三角が必要って書いてある。これなんなん、色釣り確認。あ、なるほど、槍っていう武器を持たせる感じなんだ。四角の半分と三角で、あ、面白、面白、そういう感じ。うわやっばこれ。そしたらこれとこれでこうなって、それからこうなってみたいな。え待って、俺が今持ってるやつ見たい。どれだっけ、資源。うわ合成先書いてあるわ。なるほどね、そう勇者よ。人しょんぼり待って、ああなるほどね、勇者使い終わった後だから勇者になれないってことね。まあでも今人あげてるから、難しいな。弓は簡単に作れそうだけどね。とりあえず馬でも作っとくか、選択だけは。で、お、レベルアップ。研究釣りでハサミ解放しましょう。そうだね、馬作るためにはハサミ必要だよね。三角切って下側とかね。うわ、どうしよう。丸の生産、金かな、金でいこう。マネーズパワー、どれだっけ、これだっけ、これで三角詰まってるから、どうしよう、どうしよう。分配器で、T で潜らせて、じゃあこれ潜らせる必要なかったら分配器いらんくね、そもそも。これ消してこうだな、こうだな、でこれ消してこうだわ、でこう合流器、Q でこうだわ、ああ合流機、いい、こうだわ。で、これを消してこうだわ。で、分配機、合流機、
こだわ。こう人大量生産、丸がマジで丸の生産上げたっけ俺さっき。だからかこれで どうしようこっちにするか。で分配器違う T だよ TT 違うなこっち辺でやろう。こうしてこれ消してこうして、何ヒーローアビリティを発動するには元気ポイントが溜まっています。元気ポイント、なるほど。準備中にヒーロー行って、さっきのやつじゃねこれ、ヒーロー強化、そうだねさっきのやつだね。だからヒーロー上がったんだ、作りまくったおかげで。待って、勇者の生産速度が詰まってる。選定 200% アップ、よし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 。で三角、どうしようか、分配器三角もう一ライン作るか。そうだな、三角もう一ライン作ってもいいな。9で三角作ってこうして、あでもちょっと勇者のもっと気づいてよかったね最初に。こいつはボスだ、お願い勇者こっち側に出てきて。うわこれ終わったわ、いけ間に合った、終わった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 けどまだ生きてる。ライフどんだけ、あこれかゲージ、やばいやばいやばい。勇者勇者早く勇者早く助けて、とりあえず頭潰した、頭潰したら終わりっぽい。とりあえず耐えた勇者だなやっぱり、勇者イズパワーだわ。一人王さんからの漁師さならこれいいんじゃないの。だいぶ任務クリア、報酬出た。ミキサーいらねえ、ミキサーマジでいらねえ、インク使ってないんですって。もう一回ボス戦行こう、数が多いがそれぞれが弱そうだ。了解、レシピ入手。お人来た、待ってちょっと待って、人ってレベルいくつまで上がるん、3まで上がる、今あったよな、これでいいか、3まで上がる、だから今上げたら2になって、それで量産して3になる。人で俺は人に全てをかける、初心者らしく人に全てをかける。ここ難しいな、研究ポイントで勇者強化もいいけど、金結構溜まってんな、これ考えて使わんと、集中でちょっとがっつり使うか。うん、集中でちょっとがっつり使いましょうこれは。でうわーどういう感じだったっけ、一旦見るか、見れるかな、見れるわやっぱスタートせずに。多分これこれインチキだよな四角がこっちになって三角がこっちになる、勇者量産体制したいです。でも勇者の生産速度は多分今がマックスです。だからこれの速度見て、もしこれ以上無理そうだったら人を量産して人を直接こっちに送り込む感じかな。
で今見てる感じ、ここの丸が詰まってるね。だ分配器のレベル上げる可能性はある。でここ潜らせてここから出してつなげる感じかな。これがもったいないな。これもったいないな。だこっち作って合流機でこいつで混ぜて、いや合流させる必要ないか。そもそもこれ今設置できんのかな。俺設置できたらマジで反則だよな。時間進んでないんで。テレビついても頑張っていきましょう。これこれ設置できんの？できないわ。できない。こっちどうしよう。これなんでこっちが詰まってんだ。いやこれ1対1対1がいいよな多分な。これこうして、これこうして、これこうしてみたいな感じで、こっち一新しよう。いやでも一新してる間もったいないか。もったいないな。だから作りながらもう一ライン用意してそこにすげ替えていく感じかな。でここら辺にライン用意するかも。金あるし、OK。ちょっと待って、研究見てみよう。人の消失。いや待って、ヒーローアビリティのレベルだって。研究釣りもありだな。ミキサーいらないんだよ。3種類もいらない。ハーフもいらない。ヒーローアビリティ上げちゃうか。上げちゃおう。俺は勇者に金かける。よし。どうするんだっけ。とりあえず潜らせる。とりあえず潜らせて、はい、一回クリックして、ここまでしか届かん。なんでちょっと待って待って待って、キャンセルキャンセルキャンセル、あまずい。切る。めんどくせえ、もう一回潜らせよう。出たわ。もうごっちゃごっちゃ始まったわ。レシピ持っていません。人出るだろ。合流機ある。 T よし。とりあえずこいつらこっちにつなげておいて、でが詰まってんだ今。やっぱ三角の消費がでかいな。丸、こっち分配してこっち分配するか。一回 V で集中モード入って、これをこうしますと。あ、逆じゃね？逆だよな。だからこう、こうだな。あ、ちゃうくね？ちゃうくね？ここでこう。は、じゃあこれ消して、こっからこうして、で、これ Q して、
キーして右クリックして左クリックして分配器キューしてそれでこれ押してこうしてどうしようどうしようどうしようこうしてでこうしてあるあるでキャンバス置いてゴリ置き分配置きゴリ置きちゃうくねこっち Q を押してこれつないでちゃう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 これこうしてこうしてこううわつながってないなってないよし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 これで人 OKオッケー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 勇者量産体制入ってんねこっちは速度良さそうだね丸の速度上げてもいいかなうんで今度もっとチェーン作っとくかこうして、分配器こうしてこうしてじゃあこうじゃないこうだなこうの始まっちゃうよしよしよし多分大丈夫多分ねうん、強そう。ボス戦だっけ？ボス戦だった気がするな。ちっちゃいボスがいっぱい来るんだっけ？いい隠れ、いい隠れ。倒せた。ナイスナイスナイス。待って、ヒーローが来ない？ヒーローが。やばい？やばい？やばい？多い？いや、盾いてもよかったか。よし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 。あ、まずい。まずい。あ、まずい。まずい。やっぱ立っていてよかったか。待って、研究行こう。消失率。やばい。人が足りない。こっち。こっち。勇者様。勇者さんは来て勇者さんは来て耐えた破産いらない全然いらない全然生かしきれてないボクシュな炎は全てのダメージを1に変えるうわマジかレディックがゴミしか拾えないからもう行く意味ない気がするなボスまあ見とくべきか1回目だしなクリアする必要はね1回目は勉強だ何モチーフ変換2対1変換転送装置やワープポータルといったワープ系これ強っどっちがいいこれ2対1のモチーフ変換もいいけどやってみたいなクマとか必要かね馬とかちょ丸の出力上げようか出力アップで
人の消失率は、これか。テレポーテーター2点を無限にワープさせる。速度の法則。テレポーターを入手。ヒーローをバトルに出現させるための装置。あっ、へえ、これも作れるんだ。強っ。一旦ポータル1個あれば良さそうだね。特に今は必要ないかな。人の消失率下げて耐える作戦でいくか。今丸量産したから、三角をとりあえず作って、一回研究モード入って、これで三角作って、一旦三角流すじゃん。で分配器、あ、まずいな、これまずい、枠が足んない、枠が足んないぞ、これ。そうだわ、こうじゃん、確定じゃん。で分配器で、こうない、分配器で、こうなんや、これは切って、真ん中の生産量でけえんだよな。なんで真ん中遅いんだ。あれ1対1でしか使ってないのに、なんか真ん中詰まってんだよね。なんで真ん中の生産量でかいんだ、わかんない。危な、合流器、9の T、 右クリックの左クリック、で合流器9の、こっちか、歪んでるけど、まあいいでしょう。で、いいんじゃない？ここの丸がちょっと詰まってるのはもったいないな。いやでも三角足んないからな、多分。厳しいな。作れそうな位置ね。三角溜まってるわ、こっちが。ここに作る、これ無理くね。無理だよ、これは無理だよ。うわ、丸も詰まった。ちょ、待って、こうか。ちょ、待てよ、もっとキャンバス大きく使えばよかった。三角、もうこっからこうやって連れていくか。ここでいいや、3個ダメだ、3個はこれでいくか。分配器、これの、ってね、一旦こう来るじゃん。丸が来た、分配されるじゃん。三角が必要。三角こっちとこっちに入らないといけない。丸が必要。分配器。これ曲がれないね。
これダメか。1マスは開けた方がいいのか。こうかな。ちょっと待って、ちょっと集中させて。こう分配器でこうして、こうで、これ1本入る、これとこれが1本入るのが一緒のやつが入る。で一旦こう来て、こうよね、こうよな。でこっちが潜って、あるある、潜って、あ、うん、潜ってこれで、で、まあ、適当にここら辺からこう来て、こう来て、丸と三角だからこいつ消して、これを上向きに作っちゃって、で分配器でこれ分配して、もう一回 V、 もう一回 V、 あ、 V 押せない。上のライン動いてね。どうしよっか。金ちょっと足りなくなりそうだから金にしとくか。ビビビビ。三角引っ張ってくればいいのかな。うわ、これ勝てるかな。でもボス戦じゃないところ来たよね、確かね。ボス戦来てるわ。あ、無理くね。無理なのでは。いやでも数に能力を、俺は むしろ敵が数の方で、これ、あ、でも意外といけそう、意外といけてる。ノーダメクリアじゃないもん。弓特製弓、これめっちゃ強いな多分。アンコモンって書いてあるわ。やっぱそうだよな、めっちゃ強いの出たけど。ボス爆発をある程度ダメージ与えるできるなら、まあ、ボス戦はねヒーローが頑張ってくれるんで、休息はするしかなさそうだね。いきなり V、 あ、ダメだ、レベルアップもしてない。うわ、待って、困った。三角を分配して、潜らせて、あ、届かない。潜らせて、こうして、ちょっとひどいけど一旦つないで、で、合流器を、とりあえず合流器2回かませばいいだろう。逆だな、 T だな。一つ投げといて、こっちか、攻撃やっぱりね、つなげて、そうだよね、違うよね、9の、あ、一消したらもったいな。で、
どこに合流機かませばいい？こっちでいい？ある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 っていうの。これでいいか。で、9の。ちょっとこの人たち入っといて。こうだね。これで人大量生産できてる。な、待ってるくね、合流機。大丈夫？合流機待ってるな、これ。これ待ってるな、まずいな。これ。合流機。こうして。こうして。うわ、もう今間に合わねえ。ブイ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 。分配機。違う、分配機いらん、分配機いらん。消して、直接つなぐ。よし、見ろ、わかった。これどれだ？これ研究じゃないか、どちらかというと。研究とりあえず上げとく？勇者とりあえず強くしよう。どっち？いや、勇者だろ。勇者だろ、勇者。勇者のアビリティは最強だ。うん。で、ここのライン動いてない？何が足りてない？丸が足りてない？丸が足りてないね。スペース足りるな、OK。違う、さっきこれだ。で、9で。OK。丸、三角、合流、人。ここ人詰まってんな。ここも詰まってんな。やっぱ合流機の速度上げるしかねえな。よし。これで人大量生産できてんじゃね？ここ詰まりそうだな、やだな。こっち詰まってるくね？詰まってんな、ここ。ここ詰まってる。いや違う、これ何か来てないんじゃね？いやでも丸来てる。やっぱ詰まってるだけだわ。勇者の速度ではないんで、単純に詰まってますね、これね。これ分配器こっちで入れるか、こっちに混ぜた方がいいな。でもこっち詰まってない。こっちに混ぜた方がいいな。うわ、すごい人の量。ボスバトル倒せるか。そっちじゃない、そっちじゃない。ボスはそっちじゃない。やばいやばい。こっちはボスはいい感じだけど、ちょっと上が怖い。上が怖い。やばい、爆発される。え、ボス倒した？いや、ボス逃げただけ。頑張れ頑張れ頑張れ。まあ、やばい、ボスにダメージ与えてない。よし、入ってる入ってる入ってるような。よし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 、戻した戻した戻した。でかいでかいでかい。上に上に上に入ってる。よし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 、勝った、クリア、ボス。高速に運べるジョイのコンビアが使える。あ、いいんじゃない。ミニオンの代わりにエリートミニオン、モチーフを素早く取り出せるジョイの、どれだ。多分これってお絵描きだよな、ミニオンが。だ、材料を取り上げる。どっちだこれ。
材料各速度、各速度はなんていうの、設置すればカバーできるじゃない。トレー速度は最初の装置の上限が3つとかで決まってるんで、こっちにしよっか。あとは設計でどうにかしよう。うわ、続き来たわ。これ何？わからんな。スクロール新たなエリア解放されます。解放されてるエリア、新たなモンスモチーフ創生、インクだまり、エリアを解放。うわやば、このゲーム。そういうこと？エリア解放がある。うわ、それ考えたらあのポータルマジで大事だったな。ポータルあってよかった。この羽木に、あ、羽は俺のカーソルだったわ。インク意味ないよな。多分丸と三角が多い方がいいかな。見えねえし、上、まあ、多分半分上、四角の上半分だよな。三角、これどっちかわかんねえ。四角か三角か、リスクなんでこっち行くか。解放、どんな感じ。あ、これもしかしてっていう感じのゲームですって感じかな。なるほど、面白いじゃないかという感じのゲームでした。よかったね、初めてクリアできちゃったね。まあ多分ヒーローが強かった。最後に工場見よっか。まだ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 初心者の工場ですね、完全に。なるほど、ごっちゃごっちゃやな。もっといいラインの組み方が分かってきたらスムーズにいけるでしょう。しかも初心者でご利用するためにもうこの勇者ビルドにしたからね。なんで次回はまあ他のキャラクターとか作れるようになって生きたら面白いかもね。うわー面白い。というわけで、もし興味ある方やってみてください。で、前回まで、前回つかずっと前やってた、なんだっけ、超増税都市、あれはちょっと親フラ入りすぎて録画失敗したりしてちょっと泣いちゃったんで一旦お休みかな。多分あれも体験版から本番待ちかもしんない。インクがな、何が起きるかだよな。まだ見れるわ。ってことはインク見れるんじゃね。あ、見れねえわ。作成可能なヒーロー、馬とか作ってねえしな、結局な。これかヒーロー、攻撃力300、エネルギーっぽいのが99。あ、生存時間とかあんだ。まあ武器一発撃ったら終わるからな、これな。経験値20、10体分か。攻撃力30の99の体力1。4、攻撃されるまで攻撃しまくるって感じなのかな。作ってみたかったではあるけどね、ちょっと余裕がなかったんで、今度まあ新しいキャラ解放していきましょう。というわけで今回もそうだね、うん、ご視聴ありがとうございました。政治家でした。待って、タイトル戻ろう。このゲームが何か見たい人がいるかもしれないから。進行がいる。新たなセッションが、おお、お、大いなる知識で手に入れた。これをもとにマスターの性能、体験版のため一部の機能、一部の機能はいけるんだ。スクロールの強化、なるほど。初期値もそうか、いいじゃん、いいじゃん。あ、両方取ろう。
なるほど、これだけしか取れないんだ今は。これは楽しみですよ。マスターも選べない、これも選べない。うわ楽しいぞこれ。スレイヤースパイアに次ぐ楽しそうなゲームですね俺の中で。というわけでご視聴ありがとうございました。静止画でした。タイトルシェイプヒーローファクトリーということで、もし面白そうだったらやってみてください。無料です、チームで体験版なんで。というわけで静止画でした。